はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット、スターホースポケット始めていきましょう。プラス、ごきげんよう。私は喜多方くるみ、よろしくね。プレゼントが届いてるわよ。イベントって何？ただなラビアンで、何でしょうねこれ。何よ、人気がいまいちね。ただいまより投票受付を開始します。ガサレイワは進んで行ってきましたが、ステイヤーキングカップです。イベントレースですね。京都競馬場の白鳥もレースを見守ります。さあ飛び出した12頭、まずまずのスタートを切りました。お互いの出を伺っているところであります。果たして何が行くか。2番メジロマックイーンが上がってまいりました。そして外からはコリアーヒル、その後ろサンバシンクライアって、ポップロック、ライスシャワー、その外にパストリア、カタノアラビアン、ストラディバリウスが並んでいます。そのうち3番レッツイロープ、デルタブルースがかわしていきました。それから離されまして5番クロスカウンター、そしてその後ろから11番フェイブ&グローリー、一番後ろに6番ゲンツー。もう一度先頭から順を追ってご紹介。メジロマックイーン差が開いて4番ポップロック、そして4番手にライスシャワー、外から1頭ガストリア、内を通りましてカタノアラビアン、そしていたいたストラディバリウスとデッドを、それからレッツイローク。京都のスタンドは揺れています。ストラディバリウスは4番手といったあたり、さあ先頭はメジロマックイーンが3馬身リード、いい足で上がってきている。ストラディバリウス内が飛んだ、レッドとストラディバリウス、このまま粘れるかメジロマックイーン、これは激しいレース。ストラディバリウスが襲いかかる、頑張る武豊とメジロマックイーン、メジロマックイーンかストラディバリウスか、ほとんど同時。次は見返してやりましょう。1着、2番、2着、8番、3着。何よ、人気がいまいちね。ゲートイン終わりました。さあ飛び出した、外を通ってポップロック、それからもう1番手、ライスシャワー、まだ粘る、ライスシャワーかストラディバリウスか、首の上げ下げ、さあ
この一着は際どいぞ。サンジバイアスですね。次は見返してやりましょう。一着12番、二着7番。なんかいろいろ報酬がもらえるっていうイベントですね。デート？誰と？私と？もっと面白いギャグは言えないのかしら。知ってるかしら。SSR 出る。さあ何が来る？テータニアだ。テータニアって発生当時じゃなかったような。まただ。何が来る？お、テータニア。テータニア2回目。いや、テータニア初ですね、これは。クエスト達成よ。知ってるかしら。何か用？戦績ですね。ご覧の通りの戦績。リソバ大臣が480キロ。今チャンピオンカップに出そうとしております。だとならいけるでしょうということで。本校という手もあるんですけどね。そういえば、あら、いいじゃない。うん、ビール。黄金かっこイミシンのビール。なかなか距離適正出ませんね、正確な。デート？誰と？私と？もっと面白いギャグは言えないのかしら。まずかしら。いい感じだわ。あまり良くないな。いい感じだわ。いい感じだわ。あっと、調子が戻らない。これはちょっと厳しいな。もう一周待ちましょうか。でもどんどん調子落ちちゃうんですよね、これをやると。マイルもおすすめになってんですね。何か用？調子悪い中、本校カップに出してしまいます。これは痛くないのか。
んとかここで勝ってほしいわね。一番人気は3ない圧倒的だな。甘くないかもね。ダートでよかったんじゃないかな。シャティン最大のお祭りも残すはこの香港カップのみであります。シャティン競馬場に素晴らしいメンバーが揃いました。ゲートが開いた。まずまずのスタートを切りました。果たして先頭に行くのは。どうしても鼻を切りたいランニングスタッグ、やはり行きました。そして2番手に3ライン、それから12番カタロ太陽、そしてその後ろからカブールオリエンタルエクスプレス、3番黒い馬体ロードオブウォリアーズ。第1コーナー右にカーブを取って、第2コーナージム&トニックが並んでいっています。11番ダズリングパーク、それからもう1頭10番サーベイジェネラル、リアスピアがそのうちにいます。7番ヨハン・フライ、2番カブール、そしてもう1頭オリエンタルエクスプレス。この辺りちょっと離れているジム&トニック、内を通りましてロード・オブ・ウォリアーズ、そしてその後ろからダズリングパーク、外から1頭リアスピア。さあグランドスタンドからの大歓声に迎えられ、最後の直線勝負です。ちょっと前が遠いぞ。白い帽子3ラインが先頭、外からはランニングスタッフ、しかし差は少し詰めてきたが、それ以上にヨハンクライン、外のハンクライフが来ている。3ラインが2番手、粘った粘ったヨハンクライフ、独走になったヨハンクライフ、後ろからは何にも来ない。1着ヨハンクライフ。良くなかった。次は見返してやりましょう。次川崎記念ですね。次はレースを終えた馬が戻ってきたわ。晴れてるみたいね。そんなに時間がありません。そういえば、知ってるかしら、九州放送時世遅しな感はあるね。そういえば何か用？川崎県1月運休なので、この週に戻すしかないですね。まずまずかしら。軽い調教するしかないような状態です。価格強化できる調教ができない。知ってるかしら。ここで気合い十分ね。調教やるわけにはいきません。さあ川崎記念です。あーっと状態が落ちてる。どうかしら。 4.2 キロ。いい感じだわ。うん、あー調子をこの時期に変えた。何かよ。状態がやや不満だが馬体重は完璧です。
笠記念に向かいます。2番人気ね。1番人気はただいまより、ファストフレンドか。これは強い。しかし20丸2つこちらもついている、負けられない。川崎から始まる今年の G1 戦線、全国から集まったダートの精鋭12頭がスタートの瞬間を待っています。さあ飛び出した12頭、ちょっと出遅れたんでしょうか。3番レオ流行、ダッシュがつきません。さあ先行争いであります。ゴールドプルーフが上がってまいりました。サプライズパワーがその後ろ。さあ気合はどうなんだ。5番カタロ太陽、この大舞台で巻き返しに燃える人馬です。6番インテリフォワー、4番ナショナルスパイ、外を通りまして7番ドミケンライデン、そしてその後ろからファストフレンド、一光玉雪、内を通りましてレオ流鵬、その後ろでやりましょうか。ワールドクリーク、その外に9番大勢リーフ、そしてしんがりから成田とまでという展開です。さあもう一度前の方に戻ってまいりますと、先頭行くのは11番ゴールドプルーフ、カンバシンリード、もう一頭1番サプライズパワー、カタロ太陽、陣営が絶対の自信を持って送り出しました。さあ気合はどうなんだ。そのうちからは4番ナショナルスパイ、インテリパワー、外から1頭7番ドミケンライデン、そして1番人気のファストフレンド、うまくいっているんではないでしょうか。8番イチコウタマユキ、ワールドクリークがそのうちにいます。そして外からはレオ流鵬、大勢リーフ、ほとんど馬体が合っています。一番後ろに成田誉れであります。依然先頭11番ゴールドプルーフであります。さあ川崎競馬場は大歓声であります。ファストフレンドは5番手に先頭に踊り出すことができるのかどうか。サプライズパワーが受け出した。ここファストフレンドがファストフレンド先頭、横山とファストフレンド、レオ流鵬懸命に追う。最後はやっぱりこの2頭か。先頭横山とファストフレンド、1着12番ファストフレンド、そしてレオ流鵬が粘って2着、また2着には入れなかった。ちょっとグレード落としていくしかないですね。いまいちだったかしら。そうなんだ、2000って遠取りにあるんだ。2着、レースを終えた馬が戻ってきたわ。どうしたの。どうかしら。うん、いい。何かよ。体質が弱いからか。何かよ。だから馬体重がなかなか増えなかったりするんですね。なので体質が弱い馬って結構ダビスタも含めてですけど、何かよ、どの競馬ゲームでも辛いんで、ちょっと諦めた方がいいかな、この馬。とりあえずクラスを下げて立て直したいと思います。戦績はご覧の通り、ちょっと不甲斐、勝ちきれないレースが続いてしまってますね。次回なんとか巻き返したいところです。まあ、敵距離が見えてこないのもなんともなとは思います。はい、マイル路線もやってみてもいいかもしれないですね。適正の幅っていうよりは力とか調子なのかもしれませんが、はい、スターホースポケットプラスやっていきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。